こんにちは、姫大好き友がお送りするエアマーチマッタリマインクラフト用紙を得た。さて今日は9月9日0時14分。今日もね、姫の方からコメントは来ませんでした。体調が悪いみたいでね、あんま無理せず体調を良くしてからね、でね、いいからね、作業コメントはね、それまで頑張るから俺、頑張るから俺よし、とりあえずそうだな、そうなんだよね、上の方を作るにあたって、まあ、ガラスはあれ、ガラスもそうだけど、砂岩あれ足りたんだっけ、足りるかもしれない説があるのか。OKOK、 じゃあとりあえず足りそうだな。お茶がさ、いただいて、材料やべえな、素材不足だな。とりあえず鳥はいいから、鳥と豚はスルーで、羊と牛を増やそうか。出た、羊くん、君たちは少々減りすぎてしまった、ごめん、ちょっと増えといて。よいしょ、小麦がなくなっちゃった。あれ、だいぶ減っちゃったな。小麦も採取してこよう。いや待て、俺がだいぶ取ったような気がするな。そういや、今ある分でいいから、上の部分どこまで作れるかっていうのをやってみて、作れればそれでいいしね、作れたら作れたでそれで作っちゃって、まあ今後のために砂をまた取っておいてみたいな感じかにゃ、感じかにゃ。まあ一回ちょっとおしゃれにしたいなっていうのを、ね、上の部分磨かれた花崗岩で、だいぶ変な風に植えたな今回。人参どっから取り出した、いいけど、磨かれた花崗岩を上のところに敷き詰めていたけど、あれを磨かれた花崗岩、早かった、磨かれた花崗岩ではなく、よいしょ、レンガにしたらおしゃれだろうなとは思ったんだけど、あんまいかないからいいか。割と貴重だからいいか。あとコメントの方でね、和風の家を建ててみたらいかがですかというコメントいただきました。
してありがとうございます。今後ね、家ではないんだけど、姫の方がコメントを復活してくれば、あの奥にね、和風の、建築物かな、作ってきてくると思うので、お楽しみに。コメントではネットで調べて和風の家建ててみたらどうですか、これですよっていうふうにいただいていたんですがね、ネタバレ防止のため僕はマイクラの動画も見てなければ泣いちゃった。もちろんレシピを調べることはあっても、ね、建築物を調べたいというのはしていないので。おやすみなさい。まあ、見た直後はね使わないようにしようと。おはようございます。これと同じものを作らないようにしようという、避けたりということはあるとして、しばらくしたらおそらく、ね、こういうの作ってみようって作った結果、なんか似たようなのを作っちゃってみたいななりそうだからね、できるだけそういうのなく姫と俺とのオリジナルで作っていきたいなと思っているんでね。とは言いつつ現実にあるような建物を真似ることは少々ございます。あの上にポツンとなんか家建てたいなっていうのはある。なんとなくね、村人がそこに住むわけでもなく、俺が住むわけでもなく、ただただ空き家がそこにあるっていう、ポツンポツンってね建てておきたいな。見張り台と思ったけど、塔をこの位置に建てたことによって、この高さの塔があればそこにあったところでこっちの方が視野広いからね、普通にワイン作ろうか。作れるかな、いける、ワイン作ろう。今これがワイングラスにです。ワイングラスにしちゃちょっと小さい、カクテルぐらいのサイズでしかないけど、なんか見えたからさ、それにここに家建てて、ここにワイン、ワインじゃないけどカクテル風のなんかモニュメント的なマグマで作って、ね、運のいいことにマグマが大量にあるからね。さて問題は滑らかな砂岩が少ないこと。てっぺんはおそらくハーフ、あれ登ってみないとわかんないな、どうやって登るか。頑張れば、かなり頑張ればバケツで登っていけるけど、ワンチャン水が滴って大変なことになりかねないから、土でそれはブロックしておいて、土ブロックだけにね、ブロックしておいて、でよいしょ、ここを登っていこう。よいしょ、
よいしょ。あれ、やっぱりだ。遠くから見たとき、なんかここ変だなと思ってたんで、なんかあそこ変な人が咲いてんなと思って。まず滑らかな砂岩でクロスを描く。そしたらその上に、あ、違う、あ、これでもいいけど、ここに階段を置く。ジャックオーランタンが4つはめ込まれ、四方を向いていると。東西南北を向いている。ふめ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 。うん、一回あれはだから、あ、やべ、この垂れ方、くそ。そうか、そう垂れるか。結果的にブロックしきれなかったな。でも松明はだいたい壁に張り付いてるから、ロストはして外れてるやつないね。オッケー、ならいいや。一回ガラスはめちゃおうか。そこ、そこが早いな。うん、58個じゃ足んないと思うけど、どれか。ガラスがない。先に砂を取った方がいいパターンかもしれん。
いなかった。1、2、3、3個と1、2、3、4、5、23個、中途半端だな。24個作ろう。よいしょ。はい。で、まあ足りない分は後で下からつけるとして、今は先に上の建築を進めていきたいと思う。よいしょ。まず最寄りのレンガをください。レンガじゃない、これをここに囲っていくと。で、違うな、あれ、そこでもいいな、そこの方がいいな、そこいいや。その位置であの勢いには下まで落ちてくれるだろう。出た、滑らかな坂を作る。94個もいらねえ、大変なことした。よいしょ。ここでクロスを作っていく。その土もったいなかったら、ここのあれがどうやって作られてるんだろう。横見てなかったら、階段置いてあるんだ。横は階段置いてあるんだ。よいしょ。まあまあつけづらいな、真ん中が。横はつけられる。あ、でも上置いたから上につければいいから置けるか。さあ、危なくなっちゃった。あれ、はしごは確かに。
ガラスにつけられないから、ここ一箇所開けとこうか。出た。ちょっとこっからやろう。で、隣がジャックさんか。よいしょ、向き合わせちゃう。多分これがこうでしょう。よいしょ、こうだ。で、こう、OK。よいしょ。あれ、君違うよ。あれ？どうなってんだ？どうなってんだ？あ？まあ、階段ここ置きます。で、下に行ってるね。なんか違うな。見てこよう。多分違う。アベカラスなんかちょっと。ちょっと砂を4つほど運んでおこうか。あれ、砂は8個じゃなくていいんだっけ。とりあえず8個入れとけば間違いないと思う。多分。ちょっと待って。
いしょ。ブーストするんだよね、この多分跳ねてんだろうな。睡眠から出る瞬間シュポンって飛ぶからね、若干。なるほど、この階段を置いて、なんで3になった。あ、ほらい、オーイエス、ジャックさん置く場所間違えて、オッケーオッケー、それが分かれば十分だ、ありがとう。オッケー。じゃあこのランタンが内側に入ってるね。だからそうさね、ここだね。どういうことだ。ああ、なるほど。危ない。これここをこうだ。なるほど。なるほど。危ない。今落ちたかと思った。異常な暗さが起こっているぞ。あれ、内側なんだ、なくないんだ、あれ。反対側暗くなってるの。おやすみなさい。あ、そっか。イメージ着光ランタンを。ありがとうございます。あれだ。ぶら下げてるからだ。さっきぶら下げといた方が良さげだな。ただ一個でぶら下げてるときだな。ちょっと壁近いんだけど。よいしょ。2個だったような気もするし、1個だったような気もするしな。1個、しかも、合ってた、半分合ってた。2個だったな。正確には2だ。左足がね、もう痛い。なんだろう、あぐらをかくんじゃなくてさ、バランスが取れないからあぐらかいちゃうと。座椅子の高さがあれだから。だいぶ前から
は普通になんかこうあぐらかくような感じで、左足が、お姉様座りみたいな感じになってたのね。結果的に食べるっていう左足、ずっと変な方向向いてる状態で30分ぐらいずっといるからさ、よいしょ、まあ炒めるわね。出た、こうか、よいしょ、でこう、はい、こうこうこう顔、ちなみにポケモンがねもうじきクリアしそうなんだけどね、火属性、炎属性のモンスターのみを育てるという大変過酷なことをやっているせいでね、非常に残念ではあるんだが、四天王が倒せない。最後まで行ったんだよ一応。それでもギャロップ様がね、途中で気づいたんだ、ギャロップ、あれギャロップ弱いと思って、炎の渦、火の粉、踏みつける、 なるほどどうしようって思ったんだけど、そこに救世主が現れる。スノドリル、使用回数は5回だが当たればワンパン、自撃必殺、それでね2面のボスだったかな、ワンパン、全ワンパン、全ワンパンしてた、ほぼ全ワンパンしてた、ギャロップさんが、覚醒 しなさった。あれこれ下からスタッケーってか、ここじゃねえし、ここじゃねえし、ここじゃねえし、ここだし、下の土いらないし、取れないし、これ下からじゃ、バカもう、結局よいしょ、でここにマグマ置きます。周りが確かハーフで置いてたはずだ。 OK、 これは OK じゃん、ね、で上もハーフか、ん、あれ1段じゃないな、1段じゃないのか、多分上あれガラスはめ込んでるはず、ん、あれ、いやそこで油断したな俺、でもガラスじゃない、マグマ1個だったような気がする。ズームイン、ここだよね、でも2段に見えるんで、上ハーフだもんだって、あれ左岸じゃないよね、上ハーフだよね、てっぺん開いてんのあれ、危ない、体力見てなかった、また登んなくちゃ、よいしょ、なぜ登るのかって、そこに塔があるからさ、嘘です、見たいからです、やめてやめて、水助けてくれ、水助けてくれ、ちょっとやってくれ、やめてくれ、やめてくれ、落ち着いてくれ、水流が荒ぶって俺を落とそうとする、で拾えなくなっちゃった、水が拾えなくなるっていう、処理落ちしちゃった処理落ちしちゃった水が処理落ちしちゃった、そこちょっと飛んでこないと、あーついでにバケツもう一個もらってマグマを組んでいこうか、
ところで無事完成を遂げるわけだ。一箇所を除けば。よいしょ。あ、いいな。ここ開けることによって取れるんだ。へえ。そんな取り方をしないけどさ。よいしょ。ああ、変なとこから取っちゃった。で、土で埋めておく。完璧だ。あれ、まだ消えない。なんでだ。組んできたから消えると思ったんだけどな。よいしょよいしょ。変なとこに水流が生まれるだけだ。消すか、うん、消した方が早い。ん、そこか、ここだ。よし、消えた。待って、そこ、こぼれ落ちんじゃん。だから落ちた。よいしょ。あ、高すぎた。出ちゃった。遅い遅い遅い。水流が下手に生まれてくるぞ。タイミングが合えばめっちゃ早い。じゃない。危ねえ。危ねえ。切った。危なかった。すいません、マグマさんどうなってんすかね。それ上開いてんの上開いてんの。やっぱりガラスはめ込むとかそういうことしなかったんだね。そうかそうか。いい。よいしょ。上が空いてるっていうのもまたいいね。できればあの上にネザーラックを置いて燃やしておきたい気もするね。さあ、気をつけて入れろよ。 OK。 あれ、ここで間違えちゃいけないのが内側に入れてしまうということだ。間違えてマグマの上に重ねてしまうというのは非常に大変だ。よいしょ。ほい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 、完成。よし。あっと、蓋をしなくても。そうだ、この蓋の仕方が非常に大変だったような気がするぞ。あ、でも今は問題ではない。さほどの問題ではない。ここからこうやってつけばいいだけだ。 OK。 くら、なんでだ。あれ、あっちか。松明置いてた俺。いや、置いてないような。こうベッド置いてあるもんだ。そっか、ここはめ込んでるから暗さに気づく。照らしとこうか。砂余ったね、うん、持ってきたおかげでね。ガスミン、あ、ガラス埋めてなかったありがとうございます。ガラス埋めてなかった。これチースタック焼こう。よいしょ。ちょっとで入れといて。いやー、にしても余んなかったな、全然素材が。
よいしょ。足場通すか。やっぱね、前回言った通り固い絆にぶつまっていると。とうと藤堂氏は固い絆で結ばれている。それを表現するためにはやっぱり石のレンガを使うしかあるまいて。ここにつけたい。どうしたらつける？こう、このここ、これで反対側まで行く。まず。頑丈な足場、そう、空中通路感を出すためにまず足場を作っていく。これ大事。誰だこんなときに土置いたのは。どうだこんなの。吸い寄せられてくんないかな。ドロップするときと毎回思う。中い、よいしょ。中央どうすっか。中央ガラスガラスでもいいんだけど、1スタックでいけるね。32ブロックぐらいかな。うん。出た。いや、埋めたいな。よいしょ。しっかりと埋めていこう。ここは。頑丈な柱にして。いいね。出た。なんでそういうことをひらめいてしまうのか。僕というものは、僕という人間はそういうことをひらめいてしまうから大変だろうんだ。まったく。よいしょ。フル稼働じゃ。半分いただくぜ。さらに半分いただくぜ。石を置いていくという逆のおしゃれさんもあるけど、はい、そう、まさかの石の階段をあそこにはめ込む。そのためのこれ、ここの架空だ。どうだろうか微妙っちゃ微妙だな。でもここにさ、こうやって上に石のレンガ乗ってくるとまたいい感じになると思われる。伸びてるように見えるよね。なんて素晴らしいんだ。
って素晴らしい。芸術だ、これが芸術だ。芸術、芸術、噛みまくってんだ。このガラス何でいいか。まったく砂があるからと言って、やめて。ハーフを使わずにそのままふんだんにブロックのガラスをはめ込んでいくということをしたせいで大変じゃないか。チスタックなんてすぐ終わっちまうぞこれ。いや、むしろ足りない。せっかく余ったはずの砂が足りないだと言うのかい。そんなバカな、あ、足りないんだ。足りないな。よいしょ。よいしょ。おかしいな。おかしいな。アラームが鳴らないと思ったらそういうことか。超長いと思ったよさ、おかしいなと思ったよ。そら、あともうちょい早くなってもおかしくなった。この通路を作ってる時にもうなっててもおかしくなかった。ごめんなさい、ちょっと長くなってしまったのでこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤大好きともがお送りいたしました。とともに生かけてと写真撮ってなかった。撮って終わりにします。ね、無事に塔としてはある程度の形が出来上がったのでね、あとは微調整が入るだけです。よいしょ、1押して2押してシャープ、 OK、 シャープじゃねえ、 F1 押してから手をなくして F2 を押してマイクラの方でスクショを撮って、さらにあまりここの方でもう1枚という素晴らしいこのね、 OK、 というわけでお疲れ様でした。